ラララララジオだ、ラララララジオだ、ラララララジオだよ。大ジャングラジオ、FM 博多。どうもこんにちは、大ジャングです。さあ今回は第12回目の放送になります。大ジャングラジオ FM 博多ということで、ね、4ヶ月ほど、ラジオやってなかったんですけども、今回はね、スペシャルゲストをお招きしております。翔ちゃんぐです。こんばんは、お久しぶりでございます。翔ちゃんぐでございます。このタイミングでね、なんで翔ちゃんぐ呼んだのか。まあ一応ね、前日か当日か分かりませんけど、インスタライブをねやらせていただきまして、はい、その後に、ね、まあ、YouTube の方でラジオで流すんで、よかったら聞いてくださいということで、一応紹介させてもらったんで、そのお客さんも聞いてくれてるか、聞いてない、くれてないかは分かりませんけどもね。はい。聞いてくれてない人は、はい、聞いてください。その後でいいんで。そうね。そうね。まあ、このラジオはですね、うん、まあ、1年前に、僕はね、その、3月19日だったかな。2021年、はい、19日でも1000人を突破いたしましてね、新企画ということでね、ラジオをやらせていただいたんですよ。ですね。はい。で、その時に、はい、まあ、その、やっぱね、その親友というか、はい、まあ、このチャンネルで、まあ、その当時はね、初っ端からよく出演してもらっとって、うん、なかなかコロナのせいで会えなくなったんですけど、僕のね、この人生の主軸の相方ということで、まあ、スペシャルゲスト第1人目ということでね、はい、まあ、スペシャルゲスト1人目というか、はい、もうその後、ほぼほぼゲストおらんだけど、あ、でも一応、一緒にコラボして歌った人がゲストに出てくれたから、ラジオで。そんな寂しいラジオなこれ。寂しいラジオよ。もう深夜のね、まあ寂しいラジオということで、その時第一人目のゲストとして登場してもらってね、翔ちゃんくん。そうでしたね。綺麗に1年経ちましたけど。はい。1年経って。もう 1年越しに出てきたみたいな。綺麗に1年越しに出てきたけど、YouTube には1回も出、ね、出ないっていうね。すごいでしょ。レアいでしょ。レアいし、じゃあ2000、うん、1000人突破してから初めて俺の YouTube 見た人は、翔ちゃんぐらい久しぶりですって言っても、誰ってなるよね。その2000、うん、1000人突破してから出てないよ、だって。あのね、誰ってなった人はね、大ちゃんぐの動画をこう、ずっと巻き戻ってください。そうね、最初の方に出てますから。最初その下の方にURL をね、インスタの貼っときますんで、うん、ぜひね、うん、ちょっともそっちもフォローしてもらって、一緒に歌ってるんで、はい、はい、ってことでね、まあもうでも2000人ですね。そうですね、気づけば、うん、気づけば1年、よったよね、まあ、その翔ちゃんがね、その1年で1000人増えたすごいよねみたいなね。そうそう、っていうか結構さ、何この俺がなんかこう地味にこう言ってるのをクリアしてきてるよね。そうね、ギリギリいっぱい、ギリギリ、なんか行けたらいいねみたいな話してたら、ちょっと無理そうかなってみたいな感じの時もあるけど、巻き返すよね、うん、絶対。年越しの時は、ま、無理やと思った、正直は。うん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 。その3月、3月とか、その年度中か。うん。まあ、俺の中の、その、あれよ、目標は、その1年、綺麗に1年やけど、その3月19日に行きたかったけど、まあ、3月28やったかな、行ったのが2000に。うんうん、うん。まあまあ、でもそこはね、まあ、そこはもう、多めに見て、ね、うん、その年度中にね、クリアしたってことで。うんうん、もう1年ですよ、うん、1年でクリアして、はい、すごいですよ、すごい、もう2000人、今2000、もう2070を超えて、うん、ってます、ね、すごい、すごいね。いや、さ、最初出てもらえた時55人とか言ったもん、ね、最初の頃あの時ほんま1人チャンネル登録増えるのめちゃめちゃ苦労したというか、今でも変わらんけどね、その1人増えてもらったらありがたいっていう気持ちは、なんかそのスピードはね、うん、全然違うよね、うんうん、じゃあ、だから、なんか、感慨深いし、うん、ほんまに、うん、そう考えると、まあでも、じゃあ、次の来年は3000ってことで。すごいですね。まあ、そう行きたいですよね。そう行きましょう。うん、そう行きましょう。その、うん、右肩上がりでもなく、普通に平行線で行くんやったら、まあそうなりますよねっていうね。うん。うん、3000。で、また僕、お願いしますね。もう1年間ラジオ出ないっていうことですか、それは。なかなかそこ間出してもらってもいいですけど、その時はもう確実に僕また呼んでもらえたら、そうね、その3000人の最初のこう、3000、4000、5000ってこう区切るごとにもう、あいつまた来たわみたいな、うん、またこいつかみたいな。さすがにその時にはもう YouTube 出て歌っとるわよね。その3000の時には。うん、多分それ、そうでしょ、うん。こんだけ言っといて出ないって何って多分。そう。なると思うんで。どうでしたか、その、ね、2000人までの僕をこう陰でこそこそ。まあ、翔ちゃんもね、いろいろ忙しかったろうけん、こう、忘れられた日もあれば、思い出してくれる日もあったでしょうけど。うん、いや、でも、なんかバラエティ豊かっていうか、その、歌だけ、最初ね、歌だけっていう
感じで歌をこう伊豆の歌とかをメインにこうやっててたけど、うん、まあその山登りとか、うんうん、やりので他の方とコラボしの神社行ったりとか、うん、いろいろなんかそういう動画も増えてって、うん、なんかこう見る分には楽しいかなって。やっぱりなんか同じ動画が続くとね、なんかやっぱどうしてもその見る方としては疲れたりすることもあるんで、やっぱその辺はすごく考えてやってるなっていう風に思うし、面白い動画とか面白いなっていう風に純粋に思います。だからこそ、まあ、僕の中の、ね、楽しみながらねやられいかんっていうところも含めて、まあ、例えばハーモニカの動画だけやったらね、ハーモニカの勉強にはなるけど、俺のことを知ってもらえんじゃん。だけどなんかその人間味のある動画を出していくっていうことも含めて、うん、まあ、あの山のどもりとかね、まあ、音楽の動画を期待してる人がしたら、なんで山登ったんだろうかもしれんけど、まあ、ちょっとでもこう、大チャングのミュージック TV なわけで、大チャングを知ってもらうためにね、うん、人間味を出していくっていう感じですかね、うん、楽しみながら、うんうん。いや、でもいいと思う。ほんまに、うん、楽しい。で、他の方とね、なんかコラボとかもそうよしてて、そうで、言ったら、その、まあ、ゆずだけじゃなくて、まあ、僕がな、何、一番いい、なんか好きなのは、やっぱね、あの、なんかこう、スラムダンクの歌とか、あの辺でね、やっぱ、うん、まあ、ビーイングファンとしてはね、そうね。そうそう、あの辺をちょっとコラボしてくれたりとか、うん、あの動画もね、なんかこう、リーの歌をこう歌ってくれたりとか、うん、そういうところを見ると、なんかちょっと愛を感じますよね。ああ、そうだね、うん。まあ、いろんな意味があって、その選曲をしたっていうね、多分聞こえたね、うん。そうそう、だからあれはね、すごく見る方も楽しかったですし、うん、なんか嬉しかったっていうのもありますね。はい。うん、まあ、その1年ぶりに、うん、1年ぶりにまあ出演してもらったんですけどね。うん、ただ2000行った件ゲストに出てもらっただけではなくて、まあ、そのね、はい、まあ、重大発表がねあるんですかね。はい、まあ、重大発表があるというか、その前のインスタライブでもう話したのかね。まあ話してますかね、多分。この収録が、ね、インスタライブ前収録で、この後配信っていう、ちょっとややこしい感じやけん。じゃ複雑なんですけど、何のトラブルもなかったら、多分話してると思いますよ。何のトラブルもなければね。うん。何のトラブルもなければ、話してると思うんですけど、はい、まあ、ありがたいことにっていうか、はい、もうおめでたいことになんですけど、僕が、2年と、はい、5ヶ月ぶりに、はい、はい、島に帰れることになりました。いやなんかめちゃめちゃ重大発表のように感じますけど、ただ帰京するだけっていう報告にあんな時間いらんかった。前置きがなんか2年と、だいぶ溜めたけど。2年と5ヶ月ぶりに何全国ツアーしますのでやったよ、ね、いやもうなんか全国ツアーを通り越してアリーナツアーになりましたみたいなのレベルが今まあこれもね、何事もなかったら帰れるということだよね。うん、そうそう、ほんまに。だからちょっとね、まだ帰れる、まあ、こういうねご時世やから、うん、ね、僕がどうのこうのっていうよりも、まあ、周りのね、その人たちの影響もあるんで、まあ、帰る、まあ、その日までね、その安心はできないんですけど、まあ、ただまあ、ちゃんと今までもう何回かこう予定組んでダメになって、予定に組んでダメになってをこう繰り返してきて、もう結構ね浮き沈みが大きかったんでね、ちょっとね今回はまあまあ長期間のなんとその10連休で。いや知らんけん、その辺のその個人的ななんとみたいな、そのジャパネットの方がいいけどな、なんかこのなんかなんとみたいな。まあね、まあ医療従事者の鏡じゃないけどね、いろいろ予定組んどっても自粛あったりも自粛なかったもこう我慢してね、帰ってこんかった中で、まあ、10連休ってことだけどね、うん、ね、それをまあ取らせてもらうか、会社にもまあ感謝なんですけど、ね、ちょっとまあ思い切りこう羽を伸ばしてやろうかと、はい、思っております。はい。まあ、その時にね、そのインスタライブの方でリクエストが、これリクエストなかったかもしれないし、わからないよね。この、今、これ、インスタライブ前収録になってるけん、もう、あった前提で話しとるけど。もうそこはね、皆さんお願いしますよ。もう、お願いしますよ。でもこれ終わってるけどね。そう、もう予定通りに行けば、ちゃんとインスタライブは、ちゃんと開講されて、その中で、重大発表って言って、まあ、インスタライブ、で、地元帰ってインスタライブしますっていうことをみんなにちゃんと告示して、その中で、うん、インスタライブで、歌える曲がもしね、皆様の中でリクエストがあれば、1曲だけやらせてもらうっていうリクエストをもらった後に、この、ラジオにつながって、そのラジオでまたこう話した後に、本当にインスタライブで歌うっていう、この流れが、ね、一応できたんですけど。そうですよ。そうですよ。その流れがあるので、これリクエストなかったら、これ流れないです、このラジオ。流れないというか、もう全部カットよ。
全部カットよ。ちょっとうん、全部カット、全部カットですね。なので、うん、お願いします。1曲だけでいいんで、ね。1曲だけね。1曲だけでいいんで、こう、好きな、なんかこう、歌ってほしいなって思う曲を言ってもらって、まあ、その中で、まあ、うん、僕と大ちゃんがね、こう、歌えるものをこう、うん、選んで、ね、選んで、うん、僕らもちょっとね、全部できるわけないけどね。そう、どちらかというとね、偏ってる2人組なので。いろいろ偏ってる2人組なんで、なんかこう、なかなか幅広くとはいけないんですけど、まあまあ、そこは、ちょっとね、まあまあ、頑張って、練習してね、やれたらいいなとは思いますけど、はい。じゃあもう、この辺にしますか。なんか、最後ありますか。一応、その、2000人突破したということで、初回ゲストということで、はい。翔ちゃんが、はい、そして、それプラス、うん、来月、来月が、このラジオ配信がいつになるか分からんけど、まあ、5月の半ばに帰ってきて、うん、本当にインスタライブをするというね、この告知になったラジオなんですけど、うん、なんか言い残したことはありませんか。ないです。なければ。ないな。ないじゃん。まあ、それはね、この前のインスタライブでもいっぱい話すかもしれんし、うん。当日の、ね、まあ、インスタライブを楽しみにね、うん、そうそう、当日のインスタライブに来てもらって、で、ね、当日はね、いっぱいその歌を歌えたらいいなっていうのがね、僕らそうね、そう2人の気持ちであるので、やっぱりその、ね、インスタライブ2回ぐらいやったかな前。そうね、やっぱそれでそのコメントもらったりとか、ね、終わったとした時にやっぱりちょっとこう歌聞きたいなっていう、うんうん、要望があったりとか言ってくれる人が多くて、まあ、僕らも正直その歌いたいっていう気持ちはめちゃくちゃあったんですけど、やっぱ環境がね、うん、なかなか、うん、一緒じゃないとね、音がずれたりとかして、なかなかね、自分たちが思うように歌えないっていうのがあったので、まあ、そういう気持ちもあって、本当はね、歌いたいっていうのがあったんで、だから今回やっぱ、うん、帰省っていうか、こういう形で帰れて次一緒に歌えるっていうのがね、うんうん、会うのもまあ2年と5ヶ月ですけど、まあまあ一緒にね、その2人揃って歌うっていうのも、そう2年5ヶ月になるのでね。そうね、そう、すごいな、そう考えたら。そうなんですよ、うん、本当にそう考えたらちょっとボロが出る可能性もあるし、そうそうそう、まあ、それボロもこうご愛嬌というか、そうですね、なんせ2年5ヶ月なんで、うん、そこはまあちょっと多めに見てもらって、はい、まあ僕らもまあ練習するんでね、はい、うん、それぞれも練習して、まあ、その前、はい、前日もね、しましょう、はい、本番にまあ挑みたいと思うんで、はい、なのでたくさんの人にというか、まあまあよかったらもう来てもらって歌聴いてもらってっていう風に、うん、結構ね、はい、その夏メロ歌ったりとかね、はい、あるのでね、なんかそうちょっとね、僕らの好きな歌をこう歌おうっていう話をしてるので、ね、ちょっと楽しみにしてもらったら、はい、いいと思います。はい、はい、一応予定はね、5月の12、13あたり、まあ、12になっとるんだけど、12が木曜日はね、うん、まあ、金曜日とかの方がいいんだろうけど、まあ、予定の兼ね合いで、まあ12日になる可能性があるじゃないですか。そうなんですよ、ちょっとね、やっぱスケジュールがあるのですけど、うんうん、お互いやっぱ働いてるっていうのもあるので、働いてたりとかっていうので、うん、ちょっとなかなか僕はね、個人的に14日がゆずのライブに行くので、その辺はねすいませんけど合わせてもらって、本当は14日、そう14日やったけどねそうね、大輔さんが僕よりゆずを優先するみたいです。そういう仕事と私どっち取るの的な感じなのやめていただけますか仕事もなければあなたを支えれないのよっていう感じもうそういう人一番ダメやね。いや、それは不適用しますよということで、今回のラジオは終わらせていただきます第12回目のラジオ、スペシャルゲストはショーチャグでした。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ次回のね、インスタライブでまたお会いしましょう。はい、はい、じゃあ、じゃあ5月12日よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それではまた次のラジオでお会いしましょう、はい、またね。はい、バイバイ。ショーチャグでした。